現在の気温1度か2度、1度ぐらいですかね。ここは、はい、北海道旭川に来てます。旭川の、メサシミットオーナーの場所に来ておりますが、寒いですね。まあ、まだ今日旭川にしては十分あったかい感じです。もうメサシュミット好きなら、またオーナーなら分かってるかと思いますが、もう某旭川のメサシュミットオーナーのところに、エンジンはかかる、ギアは入るんですが動かなくなったということで、今整備をしております。いや、在庫はって誰があるんだよ。誰が持ってるんだよ、その在庫って。いや、本国。あ、本国、イエスか。うん。なんで、西村さんとかにお願いすれば、うん、長くかっても、3ヶ月くらいできるでしょ。そうか。でも、お客さんあたりだと結構持ってるでしょ、手持ちで。かもしれないですね。うん、まあその時はさ、一応学生が連絡取ってくれるやさ、ええ、俺何言われたってわからんからよ。まあごめん。いや、いいっすよ、いいっすよ。ただ取ってるだけなんで今。作業風景を。そうそう。どうぞ入って。あ、大丈夫ですよ。今俺はもう邪魔してるから、ね。いいいい、こちこち。今日穴ぐらいするとこだからな。今ですね、エンジンの方の。ミッションですね、ミッションの方を緩めてシャフトを外そうという、そんな感じですね。はい、とりあえずまた次の、次の録画でまで一旦切りたいと思います。